Welcome to Cat's World。 この度はマヨネコ夜間飛行へようこそ。ご登場ありがとうございます。今夜も素敵なシンデレラボーイにご登場していただきました。こんばんは。こんばんは。素敵な声。はい、今日は、はい、今日はですね、以前2月のニャンニャンニャンの日にですね、はい、ご登場いただきました山本マスター様からのご紹介で、はい、龍様に来ていただきました。はい、はじめまして、浜田翔吾トリビュートバンドですね、コピーバンド、はい、主催しております、龍バンドの龍と言います。よろしくお願いします。イエイ、かっこいいサングラス。今日もね、なんか龍バンドって書かれたあのね、オリジナルのね、赤のね、かっこいい赤のジャンバーに、そしてそのネックレスがね、ピックなんですよね。それかっこいい。江田島、広島のね、江田島っていうところの島の形をモチーフにした、はい、ペンダント。そうなんですか。もう今では売ってないんですけどね、昔の、ライブの時にね。レアもんですね。そう、自慢ですね。浜田翔吾で青春育ってるんで、同年代、同年代、もうね、もう嬉しくって嬉しくって、当時はね、はい、カラオケ行ったらみんなにね、歌って、歌ってって、歌ってますか、歌ってもらってました、当時の彼にも。ああ、そう、浜田翔吾歌ってって、もうだから青春をちょっとね、聞かせていた、胸キュンですよ、嬉しいです。今日は楽しみです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そんな熱い心を持ってらっしゃるね、はい、龍様ですけれども、はい、それではね、前回のシンデレラボーイの方からメッセージカードが届いております。はい、龍さんへ、はい、リラックスして頑張ってください最初は緊張すると思いますが、はい、終わる頃にはほどけていると思いますよ。マッキーよりということで、はい、先週のね、先週のご紹介してくれた、はい、そうです、マスターですね、僕の師匠なんですよ。メッセージはね、先週のゲスト、ね、先週のゲストさん、そう全然僕の師匠、一応十字つなぎになってます。十字つなぎで緊張しますと、はいはいはい、マスターはまたちょっと違う遠いところに先なんですけどね。ありがとうございます、はい、いただきます、ありがとうございます。今なんかね、師匠とかおっしゃった、そうそう、ちょっと気になったんですけど、はい、じっくり聞かせてください。僕はライブをやりだして、その後ほど、はい、後ほどね、はいはい、後ほど、トークメニューが、まずメニューの、はい、今日のトークメニューね、ライブなんでね、その辺もこう師匠からどう教わったのかとも出てくると思いますので、はい、聞かせてくださいませ。はい、で今日は先ほども言いましたが、ライフを選んでいただいておりますのでね、はい、そこもちょっとサイコロの目によってお話ししていただければと思います。はい、サイコロが呼んでます。はい、じゃあ1投目ね、早速振っていただきましょう。よろしくお願いします。はい、お好きなところに振ってください。はい、行きます。どこでも。2番。はい。2番は理想の休日の過ごし方は。あ、理想の休日の仕方。はい。その休日の仕方って今、音楽やってるんですけどね、はいはい、僕たちの龍バンドっていうのはね、全国ツアーを、おー、素晴らしい、すごい。で、全国ツアーって言っても素人の親父バンドですからね、うん、そのオリジナルバンドの方と違って、はい、浜田翔吾ファンっていうのは全国に出てますよね。ですね。だから今こう Facebook とか、まあ、いろんなミクシーとかで、うんうん、みんなそのいろんな場所でこう集まりができてるんです、はい、でそこへ僕たちがこう読んで一緒に、うん、浜翔の歌を一緒に歌って、うん、おイエーと盛り上がるっていうのを、うん、浜田翔吾さんの音楽で演奏旅行っていうのがあるんですけど、ね、はいはい、演奏旅行っていう歌があるんですけど、うん、まあ、題名でそういうのあるんですか。そうそうそう、それを、まあ、英語で言ったらライブツアーみたいなそうですなるほど、ね、なるほど、まあ、カッコつけて言ってますけど、そのバンドの仲間と一緒に現地各地へ行って美味しいものを食べて、翔吾さんの歌を歌って帰ろうぜっていうのがもう今一番の僕のね、楽しみとなっております。でもファンとしてはたまらないですね、至福のひとときってそのことでしょうね。そうですよね、ものすごい楽しい。この間もね、東京行って帰ってきたんですけど、はい、楽しいですね、これね、いいですね、こう
やっぱ共通のものがあるものがこう、ね、集まるってやっぱりこうすごくね感極まってキュンってなりますよね。キュンとなります。呼んでくれるようにね最近なったなってきたんです、はい、各地のね、今度はこんな集まりをするからニューバンド来てくれませんかみたいな感じでね、すごい、すごい北海道とかも ね、あの呼ばれたりね、九州から呼ばれたりそういうのがありますので、そのおよちょっとあの話になりますけど、はい、そのお呼ばれされた時はこれは出るんですか。いや出ない。何やねこれ。でもみんなね、みんなね聞いてる人分かんない、ね、親指と人差し指が分かっておりました。話の流れでちょっと皆さんも分かると思うんですけど、そこはねやっぱりプロと素人の違いで、ね、僕たちも向こうで集まってる浜省不安の仲間と一緒なんで、僕たちもみんなと会いに行きますよっていう、ああコミュニティというか、あの人とのつながりだけの趣味です、ですね、はい、なるほどね。違うんですよ、するとまたややこしいんでしょうね、いろいろとはっきり言ってはっきり言ってややこしいですよね。ややこしいですよね。あそうなんです、ね、まあもういただいてもいいぐらいお上手なんでしょうけど、いやいやでも、うん、まあね、そこもらうとややこしいから ね僕の車に乗ってね、みんな箱乗りでこ詰め込んでん、それ大丈夫ですか言って違法ちゃう。いやいや、あの大きい車でね、あの8人乗りのやつあります。8人乗ってるんですよね。4人乗りに8人と乗らない。そうですね、一昔前の大家族です、ね、それでちょっと海水浴行くとかね、いつの時代や。そんなんありましたけどね、業者人乗ってね、偉、はい、いことになってましたよ。、はい、夢の世界に戻りましょう。はい、じゃあ2投目よろしくお願いします。はい、イエイ。3番。はい、人生において大切なことは3つお答えくださいということで。大切なことってね、はい、僕ねこの、はい、あの自分でこれ作ったんですけど、この赤のその今着てはるジャンバー、あのリューバンドのロゴマーク、ね、はい、基本的にライブね、あの昇竜って笑う竜、あ、いやいいですね、竜が笑ってるんですよ。そうそうそう、ね、あのマークが竜なんですよね。ドラゴン背中のところにね、これ。おお。あ、後ろは分かりやすいですね。シャメ取らなきゃ。これもどうなの？これ。そうですね。テイクイットイージーって書いてる。そうなんです。このテイクイットイージーっていう言葉をね。気楽に行こうぜ。そうなんです。ちょっと真似したけどね。ラジオ岸和田にもね、畑さんという方が番組名がテイクイットイージー、もうぜひ聞いてください。ね、その題名そのままです。そのね、はい、もうやっぱりこう僕も頑張りすぎて、こう、はい、わけわからん時っていうのがやっぱりあるので、となるとこうやっぱり気楽に人生って、なんか笑ってね、どんだけ笑った数が多いかで、うん、なんか、それが価値かなみたいな、悩んで悩んで一生暮らすより、あの笑って笑ってね、やりたいことをしてね、まあ、そこにちゃんと理性とかルールは必要ですけど、あの笑っていくにはやっぱ気楽でね、テイクイットイージーっていうのをね、僕も一生懸命やりすぎるので、いつも背中にこのテイクイットイージーをねこう書いて、あのそれを感じながらみんなで遊ぼうぜって思ってるんです。いいですよね、いいですね。大事なこと言うのは全部詰め込んだかな、はい、今の笑うとか ね、気楽に行くとか、ね、頑張りすぎず、今指2本やってそうなんですよ、ね、あと1個言えみたいあと1個何やろな、まあ、でもね思い返すとあと1個なんでしょうね、あと1個は何やろな、まあ、まあ、でも笑う気楽に楽しむで密じゃないですか。そう、ね、もうまとめてテイクイートイージー、ね、まあ、人のつながりもすごく大切にされてますよね。みんなそないしてね、うちのライブ来て笑ってくれたらなと思ってやっています。そういう感じで ね、 ね、ネタ作ったりね、そんなしながらやってます。この要素が全て今のリュウさんに入ってるんですよ ね、 う、 ね、そのジャケットかっこいいか欲しいぐらい。かっこいい、あ、そうですか。全然売れへんねこれ。いや欲しいなと思ってそう売ってるんですけど、それだってあの結構なんていうの、暖かくにもなるんじゃないですか。これね結構ね、軽いし、そう軽いしね、色がいいですよね、あのどっかの店のなんか、ちょっと、ね、キャンペーンのやってる、店長さんかって言われる時あるんですけど、なんかイベントジャケットって感じですよね。みんなで来ません、これ。今日ちょっとサンプル持ってきてくださったらよかったのに、ね、
それじゃあ次行きましょうか。寿司販売もやっております。はい、やった。色は赤だけ。色は赤と黒がある。あ、なるほど。これ色変わってるんですか。黒に黒は置いてきました。 T シャツはいろんな色。かっこいい。さすがや。これも真似事ですよね。素人が全然売れないですけど、いやいや、まあそういうのやってますよっていう、ね、それが大事ですから ね仲間がね、密かに宣伝になってますけど。はい、3つ目いきましょうか。はい、6番、 6番、思い出に残るソングは。思い出に残る。カスタネーさんの。オッケー。思い出に残るソングですか。はい、僕が初めてこの浜田省吾さんを聞いた、好きになったのは、ね、聞きたい、そこ。マレーっていうあの叫びでね。もうあの痺れたんですよね。他その上までは洋楽をずっと聞いてたんですけどね。僕らの時は、私もそうでしたけど、バンヘイレンとかなんかね、聞いてジャンプですね。ジャンプとかスリラーとかね、ああいうの流行りましたね。ワムとかね、あんな。ワムですね。MTV がちょうどね。私会員だったんです。もう完全同年代ですね。同年代ですね。はい。そういうの聞いてたんですけど、そのあの。まあね、とか叫び聞いた時に、ね、カネー言うて叫んでるんですよね。なんかね、そういう曲が多いんですよ。当時やっぱり青春時代で僕もイライラしてて、でもその時代じゃないですか。その黄金期でしょ。ベッドでドンペリニオン飲むんですよ。バブルが大きいもんね。 DC ブランド世代、そういう風になりたいと思う。デンベーとか言ってたんですか。おかれーみたいなね。っていう風に思って聞いてたんですけど、実はそういうお金でこう右往左往する時代っていうのを嘆いてる曲なんですよ、これ実はね。ですね。でもいつかこの手につかむぜビッグマネーって、そこだけを感じてるから、よし俺ばーみたいな、かっこええわーましょういう感じでね。実は違うかったんですけどね。そんな時代はダメよみたいな、こう警笛を鳴らしてるような曲やったんですけどね。それを聞いてからですね、僕ごっつこもう二人ね、あの盛り上がりお姉さん聞いた後の3人これ、四半世紀なんでよ。でも唯一私女性だけど、マネーは歌ってたんですよ。もう好きで好きで、共通点やもこれもね、嬉しい。まあ一人ぐらいいないと寂しいですよね。もう代表して、それね、思い出の曲といったら、そういうその一発目の痺れた、痺れましたね。アルバムの1曲目なんですけどね、これがね。ちょっと聞いてみよう、リュウちゃんこれ聞いてみって言って渡された、その昔のカセットテープ1曲目ですよね。それ渡したの金峠のマスターちゃう。いや、それはもうそれはね、僕高校生の時でね。あ、もうちゃうんですね。ね、マスターはね、あの親父になってからで、なるほど、バンドを始めてから。そうなんですね。でね、ちょうど時間もね、はい、ブレイクタイムちょっと入れようかなと思うんですけど、はい、ちょうどねここでマネがかかったらいいなと思ったんですけれども、ね、リュウさんのお好きな曲ということで、もう一つあるんですよね。それをここでお届けしたいなと思います。はい、それではあの楽曲名、アーティスト名をご自分の口からお届けしてください。はい、浜田省吾さんですね、10年間シングル CD を出していなかったんですが、はい、今年1月に、10年ぶりの新曲がリリースされました。その曲を、リクエストしたいと思います。夢の続き聴いてください。浜田省吾で夢の続きでした。いいですね。うん、声が素敵。ね、素敵ですね。なんかちょっと似てませんか。あ、そうですか。ちょっと今低くなりませんでした。そうですか。よかったらね、その歌声に変わると思うね。またさらに似てると思う。そうですね。それでは龍様のね、このライフもっとね、さまざまなねことを聞きたいので、四投目いきましょう。はい、一番。一番これ聞きたい。人生の転機は。まあ転機で。はい、はい、まあ今はねコピーバンドの話をしてるって言ったんですけど、はい、最初は全然そんな思ってなかったんですよ。あ、はい、で
そういうコピーバンドの浜田省吾さんのやってるっていうのをちらっとなんか SNS で見てね、うん、一回見に行ったことがあるんですよ、うんうん、その時の、あの親父たち の, そのかっこよさみたいな、うん、野外ライブやったんですけど、はい、うおーってこれかっこいいって思ってね、うん、俺もやりたいって言って、うん、ギターを押し入れからね、もう15、6年ぶりやったんですけど、ね、あ、そうなんですか。ちょっとかじってはった。ちょっと昔こうギター弾いてね、まあ、高校時代とか20代とかこうギター弾いて家でまあ歌う程度やったんですけど、すぐにこうボロボロのね、こう埃かぶったギターをこうすぐ帰ってから取り出して、うわ、全く音出なかったんですけど全くポロンポロンって言ってるだけで、これはあかんと。でそっからね、あのちょっと練習しだして、はあ、うん、でその時にマスターと出会ったんですね。そうだったですね、うん、まあ、すごい大きな人生の転機ですよ ね、 そ, う そ, れがね、うん、あ、それで師匠ってなったんですね。 そ, うそれでそのステージでの歌い方とか作法とかね、そういうライブってこういう風に持っていくんやとかいうのを教えてくださったのがマスターとか、ここですね、マスターの話を。そうそう、ここへ、ね、ここへ聞いてますか、山本さん。私もちょっと入門しようかな。そのそうですよ、ね、うん、ステージのマナー心得みたいなちょっと伺いたいですよ ね、 ね、そういっぱいね、山本さんもやってはったんですか。山本さんも若いバンドなんか、ね、そうですね、うん、もうライブ好きすぎて、あの方はライブハウスをもう経営する、うん、ね、そういうわけでマスターになられたわけですかね、うん、好きすぎて、まあ、大きな、ね、人生の転機も ね、 ね、マスターにもありましたけど ね、 そ, うね、うん、そこで、うん、こうギターそっから毎日弾き出した、あら、そう40前の時です。あ、そのもともとそのお尻にしまったのはエレキギターの方、あ、アコースティックギター、アコースティック、ね、はい、でアコースティック、エレキもここに、いや、エレキはね全然習いに行ったりしてたんですけど、ね、あ、そうなんだ、全然指がね動かないよね、ちょっと指太すぎてね、無理か、無理ですね、この指先削れませんもんね、ドラえもんみたいな、ね、ドラえもんではないですけどいやいや、そんなん言ったらそうにしか見えない、ね、やっぱりね何気に置いててね、うん、ほんでこう雰囲気で、いや、ほなちょっとやってみようかっていう、あれがいいじゃないですか、手軽で、アコースティックギターの、ちょっとエレキやったら、ちょっと待って、や、あのシールドつなぐから、ね、からね、準備準備やから、その気分の上がった時にすぐ弾けるアコースティックギター、そうそうそう、冷めるもんね、冷める冷める、ちょっとあのアンプスイッチ入れるかなとか、その辺片付けて、そうそう、それよりもね、アコースティックの方がいいかな。座ったまんまでこう片手をパッと取ってそのままポロンっていく感じ、いいですね、すぐ作曲みたいな、そうそうそう、作曲とかはされないんですか。ああ、したこともあるんですけどね、もうダメですね、全然。あ、そうなんですか。そのね、うん、全然ダメです。やっぱりあの素敵な声をね、あのアピールする方がいいですよね。いやいやいや、僕はどっちかというとパフォーマンス重視でね。あ、そうなんですか。どう笑っていただこうかって、そればっかり考えながら歌ってるんですけどね。いや、なんか楽しそう。今ちょうどここにね、あのボスが出してくださってる、あのリュウ様のリュウバンドの、はい、ブログ出してくださる、ブログですね。これの壁紙がね、すごい素敵なんですね。そうです、これもうこれだけで楽しそうなのがすごく伝わる、ね、ちょうどクリスマスのこれイブイブイブのライブ、ね、イブイブ、はい、またこちらの方ね、 URL も、はい、あのマヨネコの Facebook ページの方にね、はい、貼り付けさせていただきま す、はい、ます皆さんご覧ください、はい、それでは時間もね、まだまだこう迫ってくるのが早いということで、うん、5投目ですか、はい、いきましょうか、5投目、はい、行、はい、きます。順番に全部バラバラでしたね。そうですね、5番、ビクネさんの質問です。はい、はい、何でしたっけね。あ、サプライズしたことある？サプライズ、はい、まあ、されたことでもいいんですけど、あのね、されたことはね、たくさんたくさんあるんですか。あるんです、うんうん、その中で一番思い出に残っている、やっぱり普通に呼び出されてね、誕生日とか、うんうん、あのみんなが集まってくれてたこの、うん、バンドやりだしてからですけど、そういうのが、うん、あの、ありまして、もう号泣しますよね、しますよね、サプライズってね。確かに。でサプライズする、僕がこう企画する能力はあんまりないんですよ、その時ものすごい照れてしまってね、はい、うん、ちょっとね、あのそういうのしようかなと思うんですけど、恥ずかしい
やっぱ黙ってられないんでしょ。もうやったことウキウキ。ドキドキしすぎて。ドキドキするね、あのサプライズするってこと。もう自分もね。確かにね。でもその驚いた顔を見るのが好きなんですね、サプライズ。女性うまいですよね。女性の方ってそういうサプライズなんですかね。そうなんですかね。結構さりげにパッてするっていう。ああそんなことそうなんです。全然できないですね。そうなんですか。私なんかドッキリみたいなのがするのが好きでしょ。もしかしたら怒るかもしれない。誕生日でみんななんか冷たすぎる誕生日とかで。だからみんな冷たいのよ。誕生日祝ってくれるって本人は思ってんのに、誰も触れない。逆にそれに触れないね。そうそうそう。でその後にうわっという祝いみたいな。もう下げといてあげるって。そうそうそう。それかもね。そんな。泣かす好き。もう泣いたらやった。実際の番組で泣いてますからね、ジェミマちゃん。私泣かしたからね。泣きますよね。号泣して喋れなくなる。いやそんなことないです。喋りますって言ってましたよ。そんな言ってないです。ちょっと盛りますからね。今回ですよね。喋りましたよ、ちゃんと。うん言ってましたよ。いやそんな号泣きましたけど、ありがとうございました。嬉しくてね。やっぱり泣かれ。もう号泣しますよ。号泣しました。ガオー。ガオーです。まあガオーって似合いそう。似合いそうって。はい。ほんまにありがたくよくねそういう風にしてくれる方周りにいてますね。それもね、リュウさんがやったことが変えてきてるんですからね。ありがたいですね。お人柄ですね。そうね。そんなもんね。はい、誕生日以外のサプライズとかしたことあります？サプライズね、誕生日結構 ね多い。あそう、例えば何かあるかな。サプライズ、いやそれ私聞きたいなと思って。誕生日ってねサプライズだけど、誕生日以外のサプライズって何があるんかなと思って。まあ今やったらその何ですか、シュールなってんのがハロウィンとかでもね、なんかお祭りしようなってるじゃないですか。そうなってきましたよね、ハロウィンね。なんかだいぶこう日本でも根付いてきたね。なんかサプライズ、サプライズで仮装してなんやかんやとかね、なんかトリックアトリートなんてなんかね、ちょっと前やったら何それみたいになってたけども、めちゃめちゃまずいお菓子を渡すとかね。そっちのカラスとかね、なんなんこれみたいな、あのハリポタみたいなキャンディね。見た目めっちゃ美味しそうやねんけど、食べたら何これみたいな。それわざとじゃなくてやってしまった。自然にやるでしょ。私やね、私やね、カフェでやろうとしてる人やのに当たりの人作るんでしょ。それロシアンルーレットみたいな。やめましょう。でもなんかライブされてるから、そんなでなんかサプライズ企画とかやっても面白いかもしれないですね。あ、今日誕生日の人とかって、そういうのありますね。します、します。鎌田翔吾さんの曲でそういうのが、誕生日をお祝いする曲ってありますね。でその人たちにだけに向けて歌うみたいな。そう、そう、この1月11日に、アベノの方でねワンマンライブしたんですけど、その時もね、誕生日の方って言ってね、へーみたいな感じになるんですよね。お名前をこう皆さん言って、で、あ、めっちゃ嬉しいと思うそれ。ね、ハッピーバースデーソングっていうのがあるんですよね。CD 化されてない。はい、私大好き。それもサプライズですね。それサプライズされてるじゃないですか。してるわ、してるやん、やっとしてる。なるほどね、やりました。あのね、ハッピーバースデーソングかっこいいですよね。即興でね、浜田翔吾さん作りはったという短い曲ですけど。さてということで、リュウさんのその今後のコンサートとかはされるとこあるんですか？なんか情報あったら教えてください。この5月の、17日日曜日、ね、2週間後ぐらいですね。そうですね、和歌山でリュウバンドワンマンライブ、聞いてよかった、あります。はい、ライブツアーの一環としてですけど、今年はですね1月大阪でやって、はい、で2月に京都、でこの間東京で行って、で4月は広島、福山でライブをして、その、この5本目ですね、集大成として、和歌山で、集大成で、はい、
ワンマンライブしますので、はい、お近くの方ぜひ、お越しください、はい、すごいですね。本当に1年通してなんかいろんなところに、そうですよ ねたまに仕事してないんちゃうって言われる時あるんですけど、そう、なんかね、そう違うんですよ、親父バンドですから、その土日だけを使ってあの練習して、うん、その残りはみんなきっちり仕事してるね。でもね、はい、遠いところもあるじゃないですか、北海道とかね。そんななんか北海道とかね、あのオファーはあったんですけどね、行けてないんですよね。これやっぱり連休とか大型の連休の時にだけ行くと、実現したいですね。会はねしたいですね。そんなんもね、うん、すごい、夏前とかいいですよ ね冬だったら飛行機飛ばない時とか、そうね、でもみんなでいて楽しそうですね。楽しいですよ、その地方その地方のね、やっぱり浜松ファンの方ですよね。楽しいそう、ね、大地で歌う、うんうん、しかもそのご当地グルメ食べれてね、そうです、うん、人とのつながりも、それが一番楽しみですよ ね僕も、ね、北海道美味しいものばっかりですもんね。美味しいものばっかりですよね、はい、あと一頭だけ残ってるんですよね。私は何年残ってるんで、はい、はい、ということで、もう振らなくて も音だけで、音だけ、じゃあじゃんって言ってもらって、これこれ、はい、これですね。ありがとうございます、はい、ですね、生まれ変われるならもう一度自分になりたいのか、それとも違う人生歩んでみたいのか、浜田省吾さんになってみたいのか、なんかちょっとねお話聞きたいなと思うんですけども ね、まあ、結構自分が好きな人ですからね、うん、大好きな、自分が好きっていう人ですから、うん、もっとなんか、うん、恥ずかしがってこう人生を、うん、損したようなところも、頑張って恥ずかしがらんとこうなんか物事しょって自分でいつも思ってきたんですけど、うん、こうちょっとしたことをね、この人とせっかく出会ったのに、あ、声かけたいなっていうのもかけれずにっていう、そういう、うん、損がいっぱいあったんじゃないかなと。まあ生まれ変わっても自分にはなりたいんですけど、また、うん、そこのちょっと後悔してるところを、ね、いろんなところ、うん、こう恥ずかしがって何かものができなかったっていうのは、うん、あのやり直すというか、やり直してもう一回、そう、もう一回自分で、ね、自分で自分の人生を生まれ変わりたいですね、はい、シャイなんですね。でもそのお茶目さみたいなところはあのいいキャラになってるって私は思います。ありがとうございます、思いますね。じゃあちょっと質問変えますね、はいはい、もし女性に生まれたら、はい、何かしたいことあります？女性に生まれたら、そうです、女性に生まれたって考えたことないですけど、思いっきり遊んでみたいな。どういうことで、何遊び入ってきた。いや、ちょっとその聞き方そんな感じだったよ。寝てたからね。いやね、大夫ねさんなりにちゃんと聞いてる。ありがとう。セミはすごいフォロー。遊ぶって言ったらね。でも男性ともいろんな人とね付き合って、いろんな。ちょっとあの別のステージに立ってみるのとかです。カッサおじさんなんだけど、またそれは男性で女性の格好して、じゃなく女性として、ややこしい、女性の話、ちょっとややこしくなって、生まれ変わらした大丈夫、夜の街でね、地形もどうかなとか思うんですけどね、その同じ人に見られるっていうのでね、別のポールダンサーとかね、ポールダンサーの話とかね、おじさんのでしゃべってる、おじさんのこうお札挟むとか好きやね。その話何回もしてるかも。私挟まれたりしたりとかね、そういう人生も稀です。もし生まれ変わったらそんなんも全然ありかも。でも男性の方ってあまり女性に生まれ変わりたいっていうのを少数しか聞いたことなくて、だいたい男性の方は男性、うん、そうで、女性の方は男性っていうのは結構多い。そうなんですか。やっぱ男性人気なんよね。男性人気、男性人気、男性人気。やっぱりやりたいことができるような、ね、感じがするよね、男性の方がね、ありますね。実際は女性も結構好きなことしてるけど、いや今女性がすごいですよね。だいたい女性がスタートこう前へ出てね、今結構楽ちんさせてもらってね。あと男性の方で女性になりたいっていうのを心で思ってても出しにくいっていうのはあるじゃないですか。あーなるほど、うん、でも女性は男性になってもいいのね。
それは結構なりたい、うん、なりたいっていう人多いよ ね、 いいね、うん、なんでやろうねそれね、不思議やね、うん、もう女性でしか経験できないことはたくさんありますけどね、出産とかね、そうそうそう、でも子供を産んでみたいという男性はなかなかね、いらっしゃらない、ちょっと痛そうやもんね、そこでそこですか、だって男性って目の痛さに耐えれないんでしょらしいですね、死んでしまうと思うぐらいの痛さって ね、うん、ねえ、まあ、生命力の問題もあるでしょうからだって鼻からスイカを出すような感じ、ね、この間僕立ち会ったんですよ、何ですか、娘の出産、そうなんですか、おめでとうございます、もうあんな無理無理みたいな、でも立ち会われてどんな感想ですか、まあ、立ち会ったって言ってもこの、ま、窓をちょっと開けてこうね、でその声だけ録音しとった、覗いたみたいな感じ、今実際手が覗いてます、火星を見たみたいになってますよ、すごい隙間からやった、鶴の恩返しの鶴をみたいな、あれは無理ですね、やっぱ母親、まあ、偉大ってことですよ、女性もね、娘の恩返しやからね、はい、出産はね、はい、ということで生まれ変わるなら自分になりたいということで、話がねだいぶそれでしょとか、いや面白かった、はい、いろんな意見が聞けてよかったと思います、ね、はい、ありがとうございます、ね、バラエティーな感じでいろいろなお話をね聞けましたということで、時間がねもう間もなく到着します、はい、この度はマヨネコ夜間飛行ご登場ありがとうございました、竜バンドされている竜様にね来ていただきました、ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました、ありがとうございました、土曜日の深夜0時は真夜中のキャッツアイ 79.7 メガヘルツラジオ岸和田がお送りしています、
リクエストしましたよ。ショッキングブルーのナンバーから Never Marry a Little Man、 悲しき鉄道員でした。はい、はい、ということで今日はね素敵なお話いっぱい聞けて、え、皆さん大丈夫ですか？大丈夫ですかね。合言葉考えなあかんかった？いや今から今から今からね。起きて。ラジオの皆さん、聞いてる皆さん来てる？今日の合言葉はね、もしかしたら皆さんね、満場一致ちゃうかななんて私も思うんですけど。え、本当に？うん、え、分かんない。あ、じゃあ違いそうな。はい、ジェミマちゃんから。私、勝利。ああ、ね、笑う理由って本当に大事やと思うし、でもそのなんか人生運気上昇じゃないですけど、うんうん、その昇る竜にかけて笑うって昇竜っていいなと思って、いい、ね、笑うっていうのがすごい、そうですね、いいことやな、あの昇る竜と書いて昇竜やけど、ね、うん、やけが、ね、笑う竜っていうですよね。そうそう、オリジナリティー溢れてていいなって思ったんですけど、まあ、うんうん、竜が笑ってるイメージもあまりないから、いい、ね、そこでちょっと肩の力をこうリラックスしてっていう感じかな。千と千尋以来ですよね。確かにね。笑ってますよね、あれ。笑ってませんあれ。そうや、笑ってるの、あれ竜。笑ってませんあれ。あ、そうなん、覚えてないよ。なんか登ってるのはイメージ今、ね、うん、しましたけど、日本昔話は竜の上にあの笑った子が乗ってるのね、にってます。あの笑ってたっけ、あの子供。笑真顔で乗ってたら怖いからなんか、うん、今ね、まあ、にっこりしてるんでしょうけど。じゃあビッグネンさんは、え私, も私もその最初の敵とイージーしか、うんうん、そうそうね、残ってないんですけど、それもねいいなと思ったんですけどね。うん、で満場一致は何だ、多分傘はこれかな。そうですね、同じだね。笑って気楽に行くにはテイクイットイージーですよね。あ、そうなん、はい、あ、じゃあやっぱり満場一致やったん、いや、みんなもうそこのそこの流れにはなってるんですけど、そう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 、人生どれだけ笑った数が多いかって形で、うん、人生どれだけ笑った数っていうところが、そうそうです、そうです、 そこに私は笑った数だって笑うはできるけど笑った数をね、あえて言うところが、うん、そこ素敵やった、素敵だなと思った。なかなか言えないね、笑った数。そう、そう、私もね、こう高校の時になる時に、高校生になる時になんか周りから、高校生はすごい、あの、後で思い返しても重要な時やし、もう青春二度と来へんから、もう楽しまな損やでみたいなことすごい上の人たちから言われてて、あ、そっか、じゃあ3年間ちょっと何があっても笑おうみたいな形で過ごしてた時期があって、なんか橋が転げても面白い時期って言うじゃないですか、まあ、そうやね、それ言われなくても笑うわね。そうでしょ、でも、そうでもいいかしら、もうエンディング流れてるんですけど、だから笑うって重要やなって思う。はい、では、はい、まとめます。はい、うん、まとめてまとめてください。私これいいのかなと思いながら、はい、あ、それでいいです。はい、じゃあ今夜の素敵な合言葉は、人生どれだけ笑った数が多いか、 Take it easy ということで、昇竜もねちゃんとつけときますね。はい、ジュリマちゃん、はい、ちょっと巻いてますのでよろしくお願いします。大丈夫です、こぼれても大丈夫です。はい、はい、来週は、来週は、生放送ということで、ね、生放送ですね、はい、やるね、お楽しみにということで、起きてられるかな。その時間にみんなね、お便り欲しいね、ほんまやね、メール欲しいわ、はい、いつもと違うことを同じ会話したい、期待したい。はい、5月2日土曜日深夜0時から1時までラジオ岸和田からお送りしました真夜中のキャッツアイ、お楽しみいただけましたでしょうか。それではまた来週生放送でお耳にかかりましょう。この時間のお相手は担当リカサジェミマでした。 Good night。なんか得意なスポーツとかあります？
スポーツリーコできると思う。なんかあるじゃないですか、これやったらみたいな。バレーボール。やった。ちょっとやってただけだと思う。毎週水曜日夕方6時からラジオ岸和田より生放送、情報バラエティー好きラジ、意気込み一言どうぞ。モルディブ行きたーい。リーコもー。どこかしない。ラジオ岸和田が午前1時をお知らせします。